ジャンヌ・ド・トゥールーズは、トゥールーズ女白及び、プロヴァンス女皇。トゥールーズ白霊門七世と、悲惨ンシーダラゴンの一人娘として生まれた。1229年に締結されたパリ条約によって、ジャンヌはわずか9歳で、同い年のフランス王子アルフォンスと結婚した。フランス宮廷で育てられたジャンヌは、オック語文化に触れることはなく、ラングドック全域とトゥールーズ白霊内で異端審問により、 厳しい弾圧を受けていた、語り派に何の同情も感じなかった。ジャンルとアルフォンスの実際の婚儀は1234年3月13日から1241年3月13日の間と推測されている。彼女の婚儀の記録は不確かである。これは彼女の成果ではなく、カペー家が主導権を握っていたため、 彼女が結婚年齢に達すると同時に婚儀が行われたとされているからである。1241年6月24日、アルフォンスはポアティー薄領とオーベルニ薄領を授けられた。彼は兄類9世と共にポアトヴァン男爵の反乱を非常に素早く抑え、その後もギフレーモン7世が煽った奥下ニアの男爵らの反乱を防いだ。 カタリハの要塞、モンセギュール城は1244年に包囲された。1249年8月26日、ジャンヌとアルフォンスは、第7回十字軍に参加して、ーグイコールモルトへ向かった。1249年9月27日にレーモン七世が、死に、ジャンヌとアルフォンスが、トゥールーズ博となった。王母であり、フランス摂政であるブランシュドカスティーユは、 トゥールーズへ城代を送り込んだ。1250年4月5日、マンスーラの敗北後、アラブ軍に捕らえられていたアルフォンスが解放された。ジャンルとアルフォンスがフランスへ向かう基礎につき、ルイ9世は聖地に残った。1251年5月23日、夫妻は城代の任命をするためにトゥールーズへ入城した。以後、稀にしかトゥールーズに滞在しなかった。 1270年、ジャンヌとアルフォンスは、再び第8回十字軍に参加したが、類休生は、チュニスで病没した。帰国の途についた夫妻は二人とも病を得て、シエナ近郊のコルネートの城に寄った。1271年8月21日、アルフォンスが病没、そして、ジャンヌも8月25日に急死した。二人の間に子供はなく、その死により、 トゥールーズ伯領はフランス王領へ併合された。ありがとうございます。